エスパルトケースケとシャミラとアカンタピラッタどうしよう。はい、さあ、ということで本日はですね、皆さん、はい、バイトしてました。してました。やってました。やってましたよ。何やってました？俺、結構経験あるんですけど、はい、バイトで言ったらサークル系、サンクス、ファミリーマート、ローソン、セブンイレブン、居酒屋、お喫茶店、おで、くら寿司、おぉ派遣、あ、ゴルフもやってたっつってた。あ、ゴルフもやってましたね、うん、コンビニ転々としすぎちゃうコンビニが楽やね。みんなマジでおすすめ、学生のみんなコンビニの夜勤、時給高いし、うん、週3とかでめちゃめちゃ稼げるし、そうなんやみたいな感じですけど、全員のバイト歴みんなどんな感じ？スーパー2個、はい、ハンバーガー屋さんと居酒屋、でもこんなもんかな。セブンイレブン、あ、セブンイレブン、はい、あ、石狩やってないね、最後で？俺はもう、王将とクレープ屋。あ、そっか、その2つ、その2つ、長くやってたって感じだね。これも数えられない、何個飛んだかマジで光に聞いてくれたら分かるわ。覚えてる程度で言ってみて。ラーメン、ラーメン、え、ラーメン、ラーメン、ラーメン、居酒屋、居酒屋、現場系を多分4つぐらい、はい、喫茶店、うん、いやもうほんまに分からん。面接だけ行ったとかめちゃくちゃあるの。合格の電話もらって行かないとか、はい、あ、そうなんや。ほんと数えらんない。で、ガチヤマは？俺はピザのデリバリーと、あと現場、あとキャッチ居酒屋ぐらいと、原山と一緒のバーベキュー。カラヤムと一緒に、カラヤムと一緒のバーベキューもあれバイトかな、バイトだった気がする。まあ、みたいな感じで全員飲食店経験してるじゃないですか。はい、なので、ね、学生の時に経験したバイトを生かした企画をやりたいと思います。本日の企画、バイト先の料理完全再現バトル。なるほど。はい、今回の企画はですね、全員がもともと働いてたバイト先の料理を再現してもらいます。はい、僕がくら寿司で働いてたんで、くら寿司のお寿司を再現いたします。タン君は喫茶店で働いてた時のナポリタンを再現してもらいます。島袋には餃子の王将で働いてた時の麻婆豆腐を、麻婆豆腐ね、再現してもらいます。おっ、ヒロトにはクアアイナで働いてた時のアボカドバーガーを再現してもらいます。おっ、しゃれてるね、はい。ハンバーガーだけは作らせたら天下一品。だってあんなの重ねるだけやん。まあ、違う違う、焼き加減縦のね、縦の焼き加減、缶の焼き加減で、今回はガチ山が、はい、審査員をしてもらいます。おー、はい、で、その審査の基準なんですけど、例えばヒロトがハンバーガーを作りました、うん、ならヒロトのハンバーガーとクワアイナのハンバーガーを2つ並べます。で、ガチ山には両方実食してもらって、どっちがヒロトのハンバーガーで、どっちがハンバーガー屋さんのハンバーガーをかを当ててもらいます。ガチヤマが当てれなかった場合、こちらサイドの元バイト先の味を完全再現できたと。成功ってこと、はい、だからもうお店でもできるし、お家でもお店の味提供できるんでしょ、はい、ことですね。いや、でもこればっかしは、まあ、審査員側からするとマジで難しいと思う。くら寿司はまだ分からんわ、その予想ができづらい。そうだね、マジで。くら寿司一番バレるんちゃうと思うんですけど。けど麻婆豆腐、ハンバーガー、麻婆豆腐とバーガーは結構難易度高そう。いや、バーガー言うてもヒロトが作るバーガーで、だからよ、余計バーガーだけは舐めないでほしい。いや、バーガーってもう大体どこのお店ももう出来上がった、まあ、まとまった味って感じやん。そうね、まあまあまあ、肉とかは注文して来るやつを焼くだけみたいな感じ。そう、だからもう味付けがマジで命だと思う。一番可能性あるのハンクな気がするな。寄せれるもんね。あ、そうだね。もうだからもう麺次第だよね。そうだね、どんな麺を使うか。島倉、今までは王将のチャーハンはね、動画で発表したことありましたけど、うん、麻婆豆腐ないんで。そうですね、麻婆豆腐もやっぱタレがやっぱ企業秘密で社員しか知らなかったんで、そこをいかに寄せていくかっていうところが僕はポイントだと思うんですけど。そうね、俺らもあったわ。あるよな、社員しか知らない秘伝のスパイスみたいな。そうなんだよ俺何なの味と思いながら今から、ガチヤマ以外はキッチンで、料理を始めて、なんか2時間後ぐらいからニガチヤマには審査をしてもらおうと思いますので、はい、よし、で気合い入れて、元バイト先の記憶を思い出して完全再現をよろしくお願いします。おっしゃ、まあ、1個アドバイスするとしたら、多分手作り感はめちゃめちゃ出ない方がいい気がする。いや、マジそうです。でも任せろ、そのためにお店で提供されてるあの味って感じを再現してった方が俺は分からないと思います。わかりました。あ、てかちょっと動画で全然関係ない話一つ言ってていい？どうした？ザカオさん誕生日。あ、おめでとうだけ伝えときたい。え、今日？いや、ちょっと前、3日前とかして。で、俺一応なんで知ってるの？いや、LINE 持ってるし、 LINE で、あ、したんだ。で、公認で、あれ？ザカ呼びしてます。あれ？え、どういうこと？公認なの？公認ってどういうこと？
ザカ誕生日おめでとうって言った。言った言った言ったら、あ、ありがとう、ハン君、また遊び行こうぜ。それはコーニーやわ。ザカって言った。言った、ザカびっくりマーク、誕生日おめでとう。じゃあお前さ、おーすげー、ザカさんやろ。いや、やっぱ喜んでるわ。喜んでません。いや、もう絵文字の付け方がそうだった。じゃあコーニーってザカ、ザカって読んでいいですかで、いいよやったコーニーで。いや、それで突っ込まれたら怒りたいけども怒れないからツッコミにしようやん。けど、ハン君ありがとう、また遊び行こうぜ。ば公認やろ。じゃあ一回ここで聞いてみたら、公認呼びで OK ですかと。ザカもうそれでいいですか。あ、もうライクさん、まあ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 、どいつかのフィッシャーズコラボで確認しよう。そうだね、そうだね、そうね、いや、そう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 。でも俺ちゃんと聞く、ちゃんと聞いていいし、俺一応そのやっぱそのザカの誕生日はこの YouTube で伝えたかった。いや、じゃあ俺とヤマトみたいな関係あったら言うじゃない。ハンクの中ではそういう関係が立ってるじゃないか。尊敬されつつ、あ、こういうノリなんやなって分かったらいいけど、ザクボさんの中で一番ハマってるもんな、ハンク。いや、そうやで、ハマりきってる。ハンクの俺に。まあ、誕生日おめでとうございます。おめでとうございます。ハンクからプレゼントいただきます。ということで、早速バイト先の料理完全再現バトルやっていきましょう。レッツゴー。はい、ということで僕は喫茶店のナポリタンを作っていきたいと思います。まずちょっとテイクアウトを5社にしてきてもらったのがこちらなんですけれども、中ベーコンなんでね、うん、ウインナーじゃないですよ。はい、ベーコンですね。こんな感じですね。これ美味しそう。はい、ということでちょっと食べていきます。一口。太麺ですか、ちょっと。いや、普通やな、意外と。普通。いただきます。うん、わからん。でもそんなにケチャップが多くない。なるほど。このナポは用意したものがこいつら、ドン。で、パスタ、ベーコン、ピーマン、玉ねぎ、あとこの目玉焼きの卵で、バター、塩コショウ、ケチャップ、ウスターソース、こいつで作っていきたいと思います。じゃあまずちょっと切っていきます。おい、具材を。で、その間にちょっとお湯は沸かしておきます。でもそんなに熱くないんだよな、この玉ねぎ。自分のパスタはもう腹減ったんで、自分のパスタも食うんで。ピーマン好きなんだよね。いいですね、ピーマン大好きです。大好きです。ピーマン切れダメよ。ピーマン切れダメ。ダメ。ということで具材切り終わったんで、はい、でパスタを茹でてその間に炒めていきたいと思います。はい、これパスタ6分茹では意味があるんですか。いや、なんか3分選ぶんですけど、太いイメージだったの、もっと。なるほど。パスタがね、ちょっと6分に太麺買ってきてって言ったんだけど、結構細めのパスタやな。で、こっちが火をつけると。で、バターだね。ドン。玉ねぎ&ベーコンを入れちゃう。あと5分にしとこうかな。ハン君はよく家庭で料理されるんですか。しますね、めちゃくちゃ。するんですね。うちのケースキニーはもうよくカレー作ってくれます。あ、そうですか。もうピーマンも入れます。はい、わかりません、このタイミングでいいのかは。ベーコンをカリカリになるまで炒めたいんだよね、俺は。なるほど。ちょっと焦げ目作れないまで。そう、ね、よし、そしたら、はい、ケチャップとウスター入れていきます。はい、ウスター、もううまそうだね。ぐらいから炒めるんですよ。ぐらいケチャップを入れて。じゃあパスタも茹で上がったということで、はい、こいつを切っていきます。入れます。はい、切ります。うわ、で、切ります。はい、ドバンと、はい、ドバンと、で、切っていきますよ。いい感じですか。味の薄さ的には同じ感じじゃない。ちょっと色的に、確かに色的に一緒。うん、色は本当に、ほら、うん、いい感じ。もうちょっと入れたい、ケチャップ。確かに、俺もそう。俺らもう濃い、濃ければ濃いほどいいから。どうですか。ボンジュール。ボンジュール、うまそう。もう俺のパスタうまいよ。ちょっと玉ねぎこれ入れすぎると、はい、ね、なるほど。ダメなんですか、玉ねぎ入れすぎると。スナックっぽくなっちゃう。あ、なるほど。本店は少ないんですね。まあだからコストっていうもんがあるからね、店には。あら、うまそう。で、ちょっと下の焦げ度を見たいんだよね。はい。あ、焦げてないね。
なるほど。でもちょっと弱火で、これぐらいでいいかな。で、目玉焼き切れてないんだよ、ちゃんと形通りになってるやろ。切れ、だから2つにこうやって切っちゃうとバレるから。一個一個作るんですね。はーい、大切です。大切ですよね。あ、オッケーオッケーオッケー、いい感じいい感じ。はい、そしたら入れていきます。で、これやってたよ、バイトさん、バイトの時は俺これやってました、はい、ケースでも食べてたと思います。ついたこのお皿の汚れをこう綺麗なタオルでキッチンペーパーで拭いて。なるほど。汚いって食いたくなくなるでしょ。そうですね、お店が出された時。あっつ、そうしたら、はい、水を切ります。はい、お、あら、抜けて、今度こそ、はい、完成。バカうまそうでしょ。うまそう、マジで。もうだってパセリ振ったらそこ一緒やもんね。一緒や。はい、ということで僕はハンバーガーを作っていきたいと思いまーす。なんですけども、まずは僕が働いていたクワイノのハンバーガーをテイクアウトしてきたので、こちらをお見せします。はい、ということでクワイノのハンバーガーがこちら、バゴーン、でかすぎる、うまそうすぎる。いやーマジでね、まあ僕作ってた僕から言いますと、まず肉の厚さがね、ほんとレベチだよね。まああのトマトとかもね2個入ってたり、こう野菜とかもねこうふんだんに使われてますから。これね、パンね、これ最初は分かんないと思うんだけど、これちゃんと焼いてあるんですよ。本当は焼く機械があってパンを通すとパンが焼かれるんだけど、その機会が今回はないので、多分フライパンとかで焼いていくことになると思います。というわけで早速始めていきまーす。はい、ということで僕が買ってきた食材がこちらでございまーす。まずはこのハンバーガーのねパンですね、バンズ、それっぽい、パンがあったんでこれを買いましたと。で、そしてアボカド、玉ねぎ、レタス、トマト、パティですね。こう肉に使う牛肉なんだけど、こちらがあの牛 100% で使用していきたいと思います。牛 100% を使っていきたいと思います。はい、ということでまずは玉ねぎを切っていきますと。本当はクワイナは玉ねぎが切れた状態で来るんですよね。まあ切れた玉ねぎなんてないので、僕は自ら切っていきますと。剥がしてからにすればよかった。ちょっと太めの中部分の皮を先に抜けばいいんだ。切りますよ。はい、こんな感じこんな感じ。次はトマトですね。これうまいトマトだよね。で、もう切るものは意外と簡単ですね。これで終了です。続いて肉を作ります。ここだけなんかそのネットにあったレシピをね見ました。クワイナのハンバーガーじゃないけど、ハンバーガーのレシピを乗っけてる人がなんか卵とか入れんのかなと思ったんだけど、何も入れずにこねくり回して形を作って焼くだけみたいな感じだったから、僕もそのスタイルでそのまま焼くっていうスタイルにしたいと思います。その重要なのってさ、焼き加減とかだと思うんだけどさ、お店の方はグリルをちゃんと使ってるわけよ。だからこのなんていうの、火力の違いとかやっぱなんかあるんかなとは思うんですけど、まあまあまあ、ガチ山はクワイナ素人なんでね、ワンチャン騙せるんではないかと思います。空気をできるだけ逃がしてぎゅうぎゅうなハンバーグになるように。ちょっと叩きすぎちゃった。いやもうこんぐらい必要よ。パンはまあこれ焼くっていうよりちょっと温めるみたいな感じだね。パティを焼いていきます。いきまーす。チュー、これ弱火でじっくり焼いていくか。これすぐ焦げっから、ハンバーグっちゅうのは大概。あー肉肉しい香りしてきたわ。うん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 。あ、グリルあるじゃん。グリルでパン焼くわ。おいしい。持つ。フライパンの蓋どこ。マジ熱かった。やばい、くそ焦げてる。やばい、パンが焦げた若干。でもまあまあまあ
あっせー、ちょっとやり直すか、まだパンあるから。6年やってたからね、クワイナで。なんか、お正月とかめっちゃ忙しいのね、ヘルプに来るのね、偉い人もずっと。その中で俺は一緒になってやるっていう、で、スーパーボーイって言われてた。手際が良すぎて。見せてー、あの手際の良さ。あー、やっちゃったよ、パン。さっきより丸焦げになっちゃった。あー、まずアボカドの切り方にも特徴があります。 目というか、ここにこうやって垂直に包丁を入れて、こうやってぐるんと回します。そしたらこうやって、すごいっしょ。ここだけ適当いいですね。ここだけじゃない。アボカドはスプーンを使って、はい、わかる、このアボカドのうまさ。これが最初はできないのよ、みんな綺麗にアボカドやんのも。マヨネーズを薄く塗りますと。で、レタスをこうやってのせて、で、トマトを、はい、ということで完璧なハンバーガー完成。これ落ちやすいんでね、皆さん気をつけてくださいね。はい、完成です。参ります。参ってください。ということで、元くら寿司店員ケイスケです。よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、本日は、こちらのね、はい、はい、くら寿司さんのお寿司を完全再現していきたいと思います。まあ、ポイントはこのね、エビアボカドをちょっと入念に作っていきたいなと思いまして、今回準備したのが白ご飯とむきエビ、はい、そしてホタテ、サーモンとマグロですね。あの、こちらのサーモンとこのサーモンがやっぱちょっと色合い違いすぎるんで、サーモンはちょっとバレちゃうかなと思って、じゃあサーモンやめます。なので、はい、今回作るのはこちらのマグロとエビとエビアボカドと、ホタテでいきたいと思います。はい、じゃあまずはお寿司の基本、寿司酢、これぐらいかな。はい、40ミリですね。はい、これをこちらのお酢にかけていきます。はい、混ぜていきます。はい、まあ、こんな感じ、切るような感じだったよな、確か。なるほど、聞いたことがあります。はい、ということで、こんな感じでお寿司に使うお米は完成です。はい、はい、ではここから具材を切っていきたいと思います。はい、ホタテ開くって言っても半分に切るだけだと思うんですけど。お、くら寿司だ。マグロ、はい、俺マグロ切るの初めてだけど、これ結構いいマグロです。こう、あ、いいかも。でも薄くしすぎるとバレるんで。そうですね。次、エビ、はい、エビが4つ。オニオンとアボカドをね、作っていかないといけないんで、こちらをスライスにしていきます。じゃあいきまーす、はい、初めてのスライスは。きたきた。こんなもん、いた、え、ちょっと切れそう、うぜ。すいません、いきなり真っ黒の画面だったと思うんですけど、スライサーでちょっと指切っちゃったんで、皆さんはスライサー使うときは気をつけて使いましょうね。そうですね。でも、もうだいぶ血止まったんで大丈夫です。もういい感じだったんですけどね。ちょっと休憩して血止めました。はい、人生初のアボカドを切っていきたいと思います。これまず種がね、でっかいのあるんで、種に当たるまでまず切ります。はい、クイッと。あ、まだいい感じじゃない。まあ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 、いけるでしょ。全然いい感じです。これいいんじゃないですか。これでエビアボカドのアボカドは完成するんで、はい、これを2切れ作っていきます。いや、最近ね、僕ね、はい、個人チャンネル作って半年経ったんですけど、はい、ひまぶですね。はい、ちょっと忙しさあまりにちょっと更新されなさすぎて、うん、ようやく来月か今月ぐらいからまた投稿しだすので、概要欄にこちらの貼ってるので、ぜひ登録よろしくお願いします。お願いします。皆さんエスポでは見られない僕の姿見れると思います。しかも、はい、次出るやつが神回なんで見てください。神回すぎ。はい、じゃあ握っていきますか。これでバレてほしくないもんね、お米で。そう、ほんまにここが一番重要、うん、そうですね。あ、でもいい感じに、うん、これ人差し指で押さえるのが、これ大事ですね。うわ、これシャリ作り結構むずいわ。なんかガチヤマ結構入念に見てくるタイプだと思うんで、うん、観察眼が鋭いと。いや、そうだ。じゃあまずはマグロさん。え、ガチうまい。いいかも。いいね。
エビ乗せていきます。だってやろ。で、ラストがエビアボカド。僕が一番好きなネタですね。エビをこう置いて、こう乗せます。はいはいはい、これうまいっちゃん。え、結構出来としてはいいんじゃないこれ。ということで、はい、完成しました。こちらが僕の黒寿司再現、マグロ、エビ、ホタテ、エビ、アボカド握りです。お疲れ様です。一回ちょっと比べてみますか。はい、比較がこちらです。まずが、くら寿司がこれ。くら寿司がこれで、はい、俺のくら寿司がこれです。え、これは比較するとこれです。いけそう。いける、これ。完璧。じゃあとはガチャメ食べてもらうだけなんで、はい、実食いきましょう。よしこい、伊賀高で豆腐いいな。はい、ということでやってまいりました、中華袋チャンネルへようこそ。本日作っていくのは私、餃子の王将麻婆豆腐でございます。はい、で、まず本家ちゃんの麻婆豆腐がこちらです。もう言っちゃった、麻婆豆腐。イエーイ、パフ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 。いや、正直ね、麻婆豆腐に限らず、餃子の塩ってなんかまあそれなりに味付けのタレとかがあるんですけれども、もう全て社員さん管理だったんで、ちょっと正直本当に味がわからないです。本家の味を知らないからこそ偽物でも通用するんじゃないかっていう、その一か八かにかけて、今回こちらみんな大好きクックドゥ、もうこの出来合いの麻婆豆腐へ、させていただきたいと思います。これがね、この出来合いの麻婆豆腐って非常に美味しいんですよ。そして今回僕が使っていく材料はこちら、出来合いのクックドゥ麻婆豆腐、豆腐、ひき肉、ネギスライス、イエーイ。ということで早速料理を作っていきたいと思います。よし、ということでちょっとカットしていきます。大体、いや待って、麻婆豆腐こうやって、やばい、引き返せなくなった。ちょっとやばい。ヒルト、ヘルプヘルプヘルプ、カムカムヒル。お願い、本当にお願い、今もう身動きできないの。やばい、あ、やばい、ほら、もう身動き、ちょっとこのタッパーをひっくり返して、俺そこに入れたいんだけれども。どれタッパーって、どこ見えない。だるい、あ、そうそうそう、せーの、ぽい。もうフライパンをしっかり温めます、ここね。ということでまず油を敷いていきます。はい、で、ひき肉さんをチラチラ入れていきます。こんなもん、ほら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 、これヒロトにはない、このね、このお前に鍋を煽ることはできるのかい。じゃあクックズーさん一袋分入れていきます。豆腐さんを入れていきます。まあ豆腐さんは半分ぐらいでいいかな。やばい、入れすぎたかも。よし、こんなもん。で、こうやって煽って絡めていきます。こういう感じに。うわ、うまそうな匂いがしてるぜ。面白いです、これ。面白いです、これ。おいしい。で、これを豆腐さんの中にも熱が通るまでちょっとこうやってグツグツ煮ていきたいと思います。こうやって絡めながらグツグツ絡めて、グツグツ煮ていきます。こんなもんやろ、こんなもんかな。よし、ほら、うまいでしょ。はい、一包，我煮，我煮几天，我煮煮两天，好，你好，几天，好，一拿好，哎，过过点肉再去，哎。啊，不呢？哈哈哈哈哈哈！我吃了一点，哈哈哈哈哈哈！这真的超好吃！800元払えるね、これに。めっちゃうまっ！素敵です。見たってください。ということで私が作りましたこちら、餃子の王将麻婆豆腐完成。で、完成しました。お疲れ様でした。
無理だと思うんですよ。俺も無理だと思う。マジで全部出来高やばい。うん、あ、そう。意外とね、ヒロトもすごかった。すごかった。今日だけ俺料理ベタじゃないで。やっぱハンバーガーだけは任せた。いや、そうだ。もう本編にも流れてると思うけど。こいつ、うん、言って大丈夫それ。やめとくか。危ない、本当に危ない危ない危ない。あのそっくりそのまま本当にコピー&ペーストしたみたいなのが出てきてるから。ね、もし当てれなかった場合はそのジャンルのご飯は1年禁止ということで。やばいよね言ってることね。まあまあ100歩譲って2024年以内禁止ね。だからやばいよね言ってること。じゃあ分かった、100歩譲って半年。だからやばいよね言ってること。それほぼ1年ってことだから。まあでもなんかじゃあ意外とヒロと。上がってたから最後のわけじゃねえじゃん。そうね、最後にしといて。そりゃそうよ。ケイスケからいこうか。おぉ、いやーこれはねクラスね、自信ありそうな声だけ聞こえてたのよ。はい、でもクラは正直俺が当てんのむずそうだから。あーなるほどね。先に食べとこうかなって。なるほどね。うん、目つぶってもらって。はい、虫とか入ってないよね。いや、本当に入ってない。ちゃんと真面目なんだよね。前足くらい、前足くらい、なんか前足は入ってんだよ。はい、ということで準備が整いました。はい、僕は黒寿司を、作りました。もう握り一番麺でせっせせっせと働いておりました。はい、僕が作った黒寿司のお寿司たちはこちらです。せーの、パン。うーわ、わからない。え、マジこれコピペじゃない？本当におさわりは禁止だからね。うん、まあ食っていいでしょ。食っていい、うん、食うときね。エビなんかやばくない？マジ。いや、俺も正直結構バレるかなと思ってたけど、うん、作っていくうちに、うん、これいけるわ。ワンちゃんこれ本当にくら寿司のレーンで流れても気づかんもん。気づかない。いや、これは気づかないね。これは気づかない。じゃあちょっとこっちのマグロからいくわ。シャリもしっかりしてんな。いただきます。はい、うん、これクラの味って感じ。ああ、まあまあ、もう一個じゃあちょっとこっち食ってから。そうだ、それで判断しない。そうね、そうだ、ひったかぶりになっちゃう。またってやめてくれ。引っかかっちゃった。すごい引っかかった。じゃあこっちいただきます。うん、わかんない。そっちもクラ。わかんない。ちょっと酢飯だけでいくわ。俺これガチで本気で当てに行くからな。うん、なるほどね。じゃあ今度こっち。いや、わかんねえわ。すごい、マジで。このエビアボカド食べた方がいい。いや、マジでそう、そう、残すわこれ。これがキー。うん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 、うーん、ちょっと出たか。代わり出ました。分かった。あれ、もう分かった。分かった。いいですか、僕が作った方に指差しをお願いします。はい、ケイスケが作ったダミークラ寿司はいいね、それこちらです。なるほど。まあ今最後のエビアボカドまでは、はい、マジで分かんなかったです、はい、1個違かったのがシャリのまとまり感、うん、こっちの方がまとまりがあっていつも食ってる感じのシャリな感じがした、はい、あとエビアボカドはネギがね、あんまね主張ないのよ、くら寿司のネギって、うん、あとは、はい、くら寿司のエビアボカドって尻尾なかった気すんねん、はいはい、でこっちは尻尾があって、はい、俺の記憶が正しければ尻尾がこっちあったんで、なるほどね、こっちはケイスケ作かなと、はい、では判定いたします。僕が作ったくら寿司もどき寿司は、こっちでーす。よっしゃーってなるほどの感覚はない。もうほぼ一緒なんや。ほぼ一緒。ミスったエビの尻尾やんな、やっぱそうやんな。出してから気づいた。でも酢飯の味とかもんも一緒。いや、これすごい。まあ、じゃあ見破ったのもすごい。よく見破った、ね、いや、これマジすごいわ正直。ということでお寿司は禁止されずと。はい、いやまあまあとりあえず、まあ、とりあえず、はい、とりあえず
じゃあ続いて誰いきますか。ハンくん。ハンくん。じゃあハンくんはナポリタンですね。ナポリタン、はい、じゃあ持ってきます。じゃあお願いします。ハンくんのナポリタンは喫茶店のナポリタン。はい、喫茶店が出すナポリタンです。それでは目を開けてください、どうぞ。マジで分かんないな。マジで分かんないね。やばくねこれ。あの、くら寿司とかやったらさ、食べ慣れてるとかもあるやん。まあね。いや、そうなの。今回本当に分かんないから。どこのいや、そう、味も分からない。喫茶店行かれますか、普段から。多分この中で一番行くんじゃないかな。うん、そう。うん、まあ、たまに編集しに行ったりもするし、うん、それこそ喫茶店のパスタが好きで、うん、出前禁止になってから俺はそこのお店に最近よく行くんだけど。なるほどね。まあいい感じに時間が経って両方カピカピって。カピカピ。そう、これ両方これいい感じかも、逆に。これわかんないかも。ね、ナポリタンゴリムツかもしんない。いやナポリタン難しいよ。これやばいね。まあ、これハンくんね、当てられなかったらお店出せるね。そういうことだよ。うん。まあまあ組も。てるてる。しっかりしてる。はい。しっかり焼き目も見てましたね。いやしっかりするよ。マジでなんか本気度が伝わるから。もう一個できます。味全然違う。全然違う、うん、ただも目玉焼きもめくって結構食われてます、ね、結構ガブガブだ、ね、うん、鼻の抜け感を確かめてますけど、これさ、作り物の君ちゃん、わかりました。今ので卵でということで、はいはい、ハン君が作った喫茶店のダミーナポリタン、こちらでございます。そちらがハン君が作った方と、はい、決め手はまあ俺の中での喫茶店とかコンビニの市販のナポリタンは油っぽい。であとは卵の違い。でも味はね、正直なんかちょっと別物って感じかも。俺こっちも好きなのよ。こっちは手作り感のナポリタン、うん、全然味は違うけど、うん、見た目一緒でどっちもうめえか。そう、じゃあ回答をお願いします。僕が作ったダミー喫茶店ナポリタンは こっちでーす。なるほどね。しましたか。うわあ、なるほど。パスタちょっと得意分野だったから分かりやすかったかも、はい、マジで、あの、うん、普通にお店で出していいっていうレベルの味はしてます。うん、やった。2人目突破。はい、これ悔しいんじゃない。でも悔しい。いやーな、卵の裏までちゃんと再現したのが、いや、すごかったよ。あ、そうなんだ。卵の裏はマジで分かんなかった。ではおめでとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、もっちゃんやね、次。はい、王将の麻婆豆腐。麻婆豆腐、じゃあお願いします。はい、ここかな、俺の中での山場は。はい、ということで今回僕が作ってきた麻婆豆腐はこちらです。ドン。一口や。うーわー、一口タイプね。そう、だからもう昔の麻婆豆腐の味あんまり当てにしない方がいいよ。でも確かね、辛かった感じすんだよね、あの味が。うーん、俺もっちゃんにあげた気すんだよね。大人の味、四川風じゃないの。匂いを匂っております。いや、四川風っぽいな、こっちやな。いただきます。あー、でも、あー、はいはいはい、ちょっとピリ辛で、こっちいただきます。わかりました。え、そんなすぐ。おいしい。おいしさだけが分かった今。いやでもこれは自信あるわ。嘘。あ、ほんと。ほんま、島袋が作った王将のダミー麻婆はこちらです。嘘です、こちらです。こっちです。決定だ。いや、俺が最初言ってたピリ辛、まあこっち甘い、若干甘くて、めっちゃうちのおかんの麻婆の味がした。家庭の味だったもん。うん、家庭っぽい。こっちは
四川風というか、なんかまあちょっとピリ辛で本格派だったの。うん、なんかゴツゴツしてるし、こっちは家庭の味、お店っぽい完成度はこっちなのかなっていう。はい、ではお願いします。今回私が作ったダミー麻婆豆腐は、こっちでーす。マジ？マジで？ちょっと甘かったよな。甘かった。うん、多分味変わったんだろうな。あ、そう。え、すごいわ。ありがとうございます。ということで、1年間麻婆豆腐は聞いてない。練習してこないでください僕に。いけたな。いけましたね。もとを知らないってのあったけど、でもこれ味の完成度めっちゃ高い。うん、ご飯にビヤーンかけて食ったら多分超うまいよ。いや、すごいよこれは。はい、ということで今のところ3分の1か。はい、ガチヤマが2勝1敗。はい、はい、いけいけ、ヒロト同点にしてくれ。よし、同点にするわ。ということでラストはヒロトのハンバーガーですね。はい、どうせクソふざけたの食うんじゃねえの。食わないで食べたことあります。あるある。そう、ヒロトのプロポーズの時に全員で机詰めして食べてました。食べてました。し、まあ俺レイクよく行ってたから、あ、食ったことは何回かありますね。どうですかヒロトさん、今回出来栄えは。もう料理ネタとは寄せないでしょって感じ。はいはい、ハンバーガーはね。なるほど。クワアイヌのハンバーガーはこちらです、どうぞ。わかんねえ。明らかに見た目は違うんだけど。見た目は違うね、明らかに。クワイナってこんなつぶつぶついてたっけ。でもなんか、いや、ついてた気もしなくもないって感じ。なんで韓国はボボになる。なんかでも、バンズの感じとかはこっちの方がうまそう。あー、でも、あー、なるほどね。あー、はいはいはい、オッケーです。はい、決まりました。え食べてもないので食べます、食べます、嘘です。いきます。はい、いただきます。やってんな。ゆうとが心配そうな顔見てるからずっと。なんかバンズの感じがよくわかんないな。なんかちょっとパサつきはある。通常の味付けたマヨネーズ、あのケチャップとかつけて、あの食べる。あ、後付けでね。そうそうそう。こっちはほらちょっとおこげちゃんがついてる。なんかさ青くせんだけどこっち。え、いや、あるあるある。あの野菜の量とかも多いのよ。うんうんうん、クワイナ。そう、ジャンキー感のある調味料の匂いが全くしないって感じ。うん、うん、まあとりあえず食ってみるわ。うん、トマトはこっちの方が全然うまいわ。へえ、このトマトうまい。まあ分かりやすく言うとパティはどっちも大差ない、正直俺の中で。うん、ただお肉、トマト、レタスの味が別々って感じ、こっちは。でもお肉はこっちの方がうまいかな、俺は。あー、こっち食ってからこっち、こっち食ってからこっち、いろいろ変えたら分かりました。なるほど。ガチヤマが思うヒロトが作ったハンバーガーはどちらでしょうか。ヒロトが作ったクワアイナのダミーハンバーガーはこちらです。決め手は、決め手は完全に調味料のうまさがこっち、お肉のうまさはこっち、味が全部このレタス、トマト、アボカド、お肉の味が全部バラバラで来たのがこっち。まとまりがない味に。こっちはジャンキーな味もするし美味しいって感じだね。なるほどね。ジャンキーさはない、こっちに。ヘルシーな OL の女性がお昼に食べるんだったらこっちの方がいいかも。はい、発表お願いします。それでは僕が作ったダミーハンバーガーは、こっちでーす。あー、まあ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 、これは分かったかな。あー、ほんと。うん、俺は今日一分かりやすかった。あ、そんなに。うん、料理ベタが完全に出てる。優しめに言ったけど、ちょっと動画を盛り上げるために。青臭さマックス、うん、味全部別々で来る、うん、調味料の味なし。この、持ってる時にもう一回ピタ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 倒れた。またピタ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 
触ってパンを丸焦げにしてやり直すわ結構苦労したんだよ。そう、結構苦労したよやばい、パンが丸焦げだって横から聞こえて、握り拳みたいなパンがドーンえ、クワイナってこのつぶつぶ特徴的これね、ケシの実だったかな、確か。バンズも選べるんじゃなかったっけ。そう、選べる。選べるのか。そう、見た目うんぬんの前にこれはもう味で分かったね。そんな違うの。一口食えば分かる、これは。あ、ほんと。うん、食べてみただけ。食べてみてもらう。クワイナの味は覚えてるでしょ。覚えてる。それを自分のハンバーガー何点か。いただきます。食べ方がうまい。どう。味しないね。確かめろや、お前。味しないね。ていうか、こうやって言って相当じゃない。相当やな、いつもやったらうまいっていうのに。惜しかったね、見た目が良かったな。いや、本当に俺の中では頑張った。いや、良かったと思うよ、めちゃめちゃ。悔しいね。でもこれ牛 100% にしたから、ちゃんとこれこれして、ちゃんとそうパンパンやったからな。そうそうそう。ということで、結果は島袋の王将のみ。いや、成功ということで。マジでもすごいよ。もうありがとうございます。まああれはもう本当クックドゥさんの様々なんですけどね。いや、すごい。いや、正直前2人行った時点で俺はもう今日戻ったなと思ってもう前2人を俺も撃破されてこれ食われたなと思いながら、うん、もうまさか俺で外すんだと思って。いやー、お店の味だったな、本当に。味のバイト先余ってます、皆さん。僕はもういくらでも僕もまだまだ。僕はあとはクレープ屋さん。クレープ屋のクレープね。逆にヒロトは居酒屋キッチンやってなかったから。ああ、次ヒロト審査してみる。ああ、そうだよ。ああ、審査したのはなんかいいね、確かに。ちょっと前正確すぎる、明日が確かに。ということで、また料理の腕を上げて、第2回バイトさんの料理でバトルしましょう。よし。じゃあ次回はヒロトで。よし、お願いします。全部当てます。時代を変えるために今アクション上げよう。1,2,3,4,5 動画再生数急上昇。難問ばかりのダンジョンみたいな関門抜ければ感動。折れない心を持つのがマスト。 S4R のインパクト。